皆さんこんにちは、ラッキーチキンのマミです。本日の動画はマレーシアに移動していよいよ天国へ行きます。おいおい、天国って一体何なんだよって思った、そこのあなた、チャンネル登録よろしくね。今クアラルンプールの空港からエキスプレスに乗ってクアラルンプールセントラルまで行きたいと思います。空港第一ターミナルの1階から1階まで来ると、このピンクの目印に沿って来るとそこのチケット売り場に来ます。そして窓口でクアラルンプールセントラルというとチケットを販売してくれます。片道55ルピーかな、ルピーだっけ、マレーシアルピーだと思う。今支払ってホームで待っています。セントラルに行く方に乗りましょうね。右に行く列車に乗ってください。何かないかな、時刻表とかはないのかな。こっちは同じくクアラルンプールの第二ターミナルに行く方とセントラルに行く方なんだけれども、ね、こっちは各駅停車みたいな感じで、こっちは第一ターミナルからだと30分もかからず28分ぐらいだったかな、確かクアラルンプールセントラルに到着するそうです。昨日の夜の11時の飛行機到着が11時だったんだけれども、何して、結構ね遠かったです。遠くて入国してちょうど1時間ぐらいかかったかな。そしてなんていうのか、カプセルホテルみたいな、第一ターミナルのカプセルホテルに行ったら満室で入れなかったので、何時に開きますかって言ったら朝方なら開くよということだったので、ちょっと仮眠をしたかったから、カフェで時間を潰して朝の4時ぐらいにセルホテルに戻ったら、半分ぐらいの人がチェックアウトしてたので、早朝便に備えて泊まってる人が多いようなので、こんな感じ、もうすぐ来るかな。20分間隔で運行しているみたいですね。それと始発と終電の時間が書いてありました。車内はこんな感じでした。右の奥の方にカバンを置くスペースがあったんだけれども、カバンが見える位置に座りました。窓際にお茶を置くスペースもあります。駅を通過していますね。青々と茂った植物がとっても綺麗で感動しました。あっという間にクアラルンプールセントラルの駅に到着しました。ちょっとね、スーツケースが大きかったのでエレベーター待ちしています。レシートの QR コードがそのまま切符になっています。では、少しだけクアラルンプールセントラル駅の様子をご覧ください。
駅の様子はこんな感じでした。まだ時間は早いんだけれども、バスって書いてある看板を見つけたので、バス乗り場を探しに行こうと思います。エスカレーター降りたところにリゾートワールドの看板があったんです。私気づかないでまっすぐ進んでしまいました。はい、間違いに気づいて戻っています。それにしてもね、ここすごい音なんですよ。バスのエンジン音がものすごい。そして外なので暑い。バスのチケット売り場に到着しました。結構人が並んでるの。それでね、すごいんだよね。これが並んでるか並んでないかわからない。あと横入りしてくる人とかいたり、結構なんか日本はねまっすぐ並ぶけれども全然違いましたね。せっかく来たから先にチケットを買っておこうと思って並びました。早く来てよかったの。これがチケットを買っても次のバスには乗れずに、その1時間後のバスになりますって。早めに来てよかった。1時間後ちょうど出発したい時間だったからよかったです。バスの出発まで時間があるので、ニューセントラルの方へ来てみました。美味しそうなパン屋さんがあるなぁと思ったら、なんと山崎パンがありました。ちょっとお値段チェックをしてみましょう。どうかな。1リンギット32円ぐらいだから、そうだね、ちょっと高いような気もするけれども、一つ一つの大きさはマレーシアのものの方が大きいような気がします。美味しそう。出来たてパンを売っているね。ドーナツもある。食べたいな。だけれどここで買ってもバスの中では飲食禁止なので、買っても食べれないからしょうがない、我慢しましょう。はい、そしてバスに乗り込んで、なかなかね人がいっぱいで、一番前の席だったんだけれども、いっぱい人がいたので撮影できなかったの。1時間弱でアワナスカイセンターに到着しました。バスはアワナスカイセンターに到着したんですけれども、人が多くて撮影ができませんでした。ここからゲンティンスカイワールドへゴンドラに乗っていくんですけれども、まずはこのアワナスカイセンター、ここにはアウトレットモールがあったり飲食店もたくさんあって、ここで過ごすだけでもとっても楽しいと思います。私は今回ゴンドラのチケットを事前に購入していたんですけれども、キャリーバッグが一つ大きいのがあったのね。それで追加料金で
またバッグのお金を支払いしました。本日の動画はここまでとなります。皆さん最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。次回の動画はゲンティンハイランドの様子、そして今回私がステイするホテルの様子、景色、いろいろなことを動画にしてみましたのでご覧ください。ぜひまたラッキーチキンチャンネルへ遊びに来てくださいね。じゃあ今日はこの景色を見ながらお別れしましょう。じゃあねー。